はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は、昨日打たれました、井山さんの、野狐で打たれた対局を見ていきたいと思います。はい、お相手は唐さんというね、世界チャンピオンにもなったことのある選手です。はい、井山さんの黒番です。ここまでは別に、そうですね。やっぱりちょっと黒が、僕は黒持ちたいですけどね。はい、なんとなく。まあでもここからが難しいですよね。こういう、ここはね、よく出てくる形なんですね。こういう手には、例えば、こうやってかわそうっていうような感じでしょうかね。で、ツケに伸びきったんですね。これもまたすごい手ですね。まあ、跳ねたらこう伸びてね、こちらを盛り上げていくとっていうことだと思うんですけど、こうやってから、肩ツキから、切りまして、これ曲げでね。なるほど。意外と目が立ちが取れないんですかね、これ。下がりで、そうですね、根拠奪いに行きました。ツケからぶつかって、なるほど、これは綺麗にさばきましたね。で、そうですね、直接ちょっと攻められないということで、まずこれを打ってから、ここから迫りましたか。白はいい形で成形していますね。こうなってみると、ちょっと黒の攻めが不発だったかなっていう気がしますね。やっぱりこの辺り曲げで打たれたのが痛かったですね。白はね、綺麗に形を作っていますよね。またここ跳ねるような手もありまして、弾力が結構ありますね。これはすごい手です。一応こうやったら突き抜けられるんですけど、これ、こちらの黒を狙ってるんですね。これはこうやれば、これが跳ねれないですから、こうやる予定ですね、白は。そしてこの辺り打てば、この黒が危ないということで、これにつないで、あくまでこっちをね、狙ってますから、これは非常にいっぱいに頑張りましたね、白。ここ後で最後出てくるんでね、ちょっとそこで、ここからこれが取れるかどうかなんですけど、これで投了となりました。これは押さえるとツケがありますね。こうやったらこうやってこうやって取れるので、跳ねるしかないんですけど、また跳ねましてね。これでうまくいかないですね。こうなってこうなって。ということで、これで投了となりました。押さえられないということは、グズむのもこうやってまた、こういうのがあるのでダメですね。この手がダメだったということで、ちょっと投げ場を求めたんでしょうか。それにしてもね、ちょっと中央うまくさばかれてしまったということでね、白のさばきが、さすがだったと思います。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。